はい、こんにちは、シャスカです。あなたの悩みに答えますの3ということで、ご質問を読みます。今の子供たち世代は性差のない成功、精神的豊かさをこれからの日本で男女で分かち合うことができるのか、そのためには私たち大人はどのような生き様を見せていかなければならないのかというご質問ですね。ありがとうございます。もうこれはこの方が書いていただいている流れだと思います。つまり今までよりも女性がどんどん社会的な進出をしていき、まあ、男性に比べてですね、女性のその成功者の割合っていうのが多くなっていく、要するに近づいていく。会社の社長さんといえば男性が多いとか、政治的なリーダーは男性が多いっていうのからですね、女性の成功者の割合が増えていって、どんどん5対5に近づいていくんだろうなとは思います。でまた精神的豊かさっていうことで言ってもですね、今までの20世紀が、まあ、金銭的物質的な豊かさを求めていくのに対して、これからっていうのは精神的な豊かさなので、まあ、哲学とか宗教とかスピリチュアルとか、そういったのを、求める人っていうのの割合っていうのも日本人でいけばですね、増えていくっていうのは予想されることですし、当然分かち合い、シェアですね。今までは所有、とにかく自分で直接持つっていう所有っていう価値観でしたけれども、だんだん分かち合い、シェアっていうのが広まっていくのも、まあ、大きな流れとしてはそうだと思いますので、まあ、前半部分に関してはもう基本このご質問者さんが書いてくださった通りの大きな流れじゃないかなとは思います。で、そのために私たち大人がどのような生き様を見せていかなければならないのかっていうことなんですけど、これは時代関係ないですね。いつの時代の人もどんな時もですね、私たちができることっていうのはただ一つだけです。今を一生懸命生きる、以上ですね。今を一生懸命生きる。子供たちっていうのは、その大人がどんなことをですね、綺麗事言おうが、道徳を語ろうがですね、倫理を喋ろうがですね、その通りにはいきません。子供たちっていうのは大人の言葉っていうのを聞いてるわけじゃなくて、後ろ姿を見てますから、大人とか親がですね、子供の前でどういうふうに生きてるかっていうのをもうそのまま、見せるっていうことだと思うんです。で、一生懸命生きるっていうのは、そのもちろん肉体労働的に一生懸命働くっていうのも当然含まれますけれども、とにかく自分自身と、向き合うとか、一生懸命向き合うとか、すごく一生懸命考えるとかですね、そういう本当に人間として正直かつ誠実な姿っていうのをとにかくもう見せるっていうことが全てだと思うんですね。子供たちに何かしてあげるとか、子供たちに何か教えるっていうよりも、とにかくその大人の今この瞬間をどういうふうに生きてるか、その時に一生懸命考えたり自分と向き合ったり、もしくは肉体労働的に一生懸命仕事したりとかですね、もしくはその頭脳労働、知識労働的に一生懸命仕事をしたりとか、そういう今できることを一生懸命やる、その日々の姿をもうそのまま見せるっていうことに尽きるんじゃないかなと思います。ですので、まあ、まとめますと、まあ、今からはその性差のない成功、精神的豊かさ、それから男女のシェアっていうのはどんどん加速していくと私も思います。で、どのような生き様を子どもたちに見せていくかって言ったら、今この瞬間一生懸命生きると、今できることを一生懸命やる、もうこれに尽きるんじゃないかなと思っています。はい、今回のご質問ありがとうございます。それではまた。